はできないって彼女が一番思ってたかもしれないですね。オリジナルメンバーですから。いけますよ。みんな支えてる。いけるよ。自分がこの約10年頑張ってきたのをまあぶつけようかな。プレッシャーしかないですよね。水江さんが踊ってた時よりも超えたい。めっちゃ悔しいですね。10年前に私がやっていた作品っていうのもあって、体力的にも私が入らない方が、まあ、飛ばして最後までいけるだろう、うん、あとはまあやっぱチーム力というものを尖りとして今回は見せていきたかったので、尖りにするにはやっぱ邪気何か入らない方がいいだろうっていう感じで、私は自分が出るのは一旦やめて、なるほど、うん、なんか私がいなくてもいけるだろうって思ったんですよね。本番とかもそうだけど、一列になった時にやっぱ気持ち揃えないと絶対揃わないじゃん。真ん中の子が気合入れしてあげてもいいかもしれない、とか言ってもいいぐらい。もうそこで一回気合入れ直すとかはちょっとやってみても。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ。外安定のテンション。テーブル A、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、エイト。かけて、ファイブ、シックス、エイト。ワン、ツー、スリー、フォー。この作品がちょっと私的に思い入れがある作品で、水江さんと一緒に踊ってた作品なんで、私が高1ぐらいの時なんですけど、だからそれを超えられるように頑張ります。自分がこの約10年頑張ってきたのをまあぶつけようかなっていう気持ちも乗っかってます。みんなもこの作品に対してすごい強い思いを持って一緒に踊ってくれてるんで、それはすごいなんか私も踊ってて嬉しいし、なんかより気合が入ります。9年ぐらい前に踊って優勝してた姿を私は客席で見たことがあって、衝撃だったんです、その時に。で、なんか今後どういうネタをやろうかみたいな、このネタをやりたいですって言って、したらカレンも私と多分同じ気持ちで、やりたいやりたいってずっと言ってて、その時見た衝撃があるので、これだったら絶対にいけるっていう、あの時私が見た光景をそのまま、まあ、もしかそれ以上出せたら絶対に勝てるっていう、なんか自分がした経験と混ざり合って今回はすごい自信があるっていうか、自分がやりたいって水江さんに言ってそれをやらせていただけるこの環境にもすごい感謝ですし、あれよりも超えなきゃなっていうのはありますし、思い入れが あるので、なんかその分自分の気持ちもそうだし、水江さんもその時のエピソードとかもみんなにちゃんと話してくださった時があったので、そのエピソードも踏まえ、みんな結構一個いつもとは違う気合が入ってる感じがします。絶対にやりたかった作品というか、私も実際に水江さんがあの作品を踊ってるのを生で見てて、本当にあの衝撃が忘れられなくて、ちかちゃんがあの作品をやりたいってなった時に、もう自分も絶対やりたいみたいな、それと同時に絶対自分が出たいって強く思ってて、水江さんのあの時のダンスを超えなきゃいけないし、絶対に勝たなきゃいけないと思うしっていう、やっぱりいろんなプレッシャーはあったんですけど、自分自身にも勝っていきたいなっていう思いがあります。今まで10ラウンド勝利をつかめてないままで、もう他のチームも全員1回みんな勝利を経験してる中、ここで見せつけなきゃいけないじゃないですけど、私たちのいつも以上の気合を皆さんに届けて、絶対に明日は勝ちます。プレッシャーしかないですよね。水江さんの大事な作品もやっぱり汚したくないですし、やっぱそれで勝った作品でもあるので、ここで勝って、でもあの水江さんたちが踊ってた時の方が良かったねってなるのも悔しいので、やっぱまた違って良かったし、それで勝てたらすごいこう水江さんがつなげてくれたものがこうなんか伝わったかなって思えるので、プレッシャーは逆に持ってまた違った歩の見せ方で勝てたらいいなって感じです。
プで足の裏が土踏まずがないんです。その分足に負担がかかりすぎて皮に痛みが出ます。最近痛くなり始めて、広がったか練習中もサポーターつけてやってます。無理して頑張ります、今日は。もう勝ちに行く。今日のリハで、まあ、体力勝負なんですけど、勝ったなって思ったんで、みんなのパワーも感じたし、前にこう飛ばせてたので、多分本番はもっとエナジーが出ると思います。みんなの気持ちが同じ向きにあって、やっぱりこの作品のアイムーンの精神力が 100% 出る作品なので、でそれもダンスから見えるし、作品のテーマであるし、リハからちゃんと見せきれてたので、8人のダンスに期待できてるし、もう今回こそ勝ちたいので、自信ありまくりです。もう今回は練習からちょっとみんなの気合がやっぱり違うので、今日こそは絶対に勝てると私も信じてるし、メンバーのみんなもそう思ってるので、絶対勝ちます。いつもなんですけど、いつもにまましてまあみんなの気合が入っていて、サポメンもスタメンと変わらないぐらいのこう勝ち気で挑んでます。全力でサポートします。私も今回は出ないんですけど、本当に気持ちはみんなと同じように勝ちたい思いでずっとやってきてるので、もう今日は8人に全てを託して全力でサポートするので、絶対に勝てると信じてます。アイムーンがもうバチバチでアルトリさんには負けないぐらいのパワーと迫力と前にぶつかる感じです。精神的にもすごい自分と向き合って追い込んでる姿をずっと見てたので、なんかそういった面でサポートというか、踊りというよりかは大丈夫みたいな方で少しサポートできたのかなって思ってます。ここで負けたら言葉にできない、なんかもう本当にスッと出るような感情ではないので、それぐらい今シーズンかけてるからこそ勝てないことが悔しい部分でもあるんですけど、でも私たちは逆にドローを4回取れてるっていうのはこの3年を通して1個進化した部分だと思うので、やっぱ今まではドローすらも取れたら奇跡的な私たち思ってたところもあったので、成長は絶対にしてると思うんで、だからこそこの一勝を取らないとやっぱ今後も難しくはなっていくと思うので、もう本当は今もこの日に全部かかってるなって感じです。盛り上がるか盛り上がらないかはもう分かんないから、それに引っ張られない、もう自分たちが盛り上がる、はい、もうそんなのどうでもいいから気にしないで、はい、もう決めんのはジャッジだから、はい、会場が盛り上がっても盛り上がらなくても自分たちの渦に巻き込んでください。はい、いけるよ今日、はい、頑張りましょう。今までの負けはドローもあるけどな、意味があった10ラウンドでした。この11で世界変えていきましょう。はい、見せつけましょう。はい、やってー。はい、次だ、せーの、アイカゼイ、ユカゼイ、ミカゼイ、ミカメキアイマー。じゃああなたの今日オリジナルメンバーですから、はい、いけますよ、はい、みんな支えてる、はい、いけるよ、もう でもちぎるって勝つと思って、よろしくな、よろしく、行ってらっしゃい。打ちかまします。ちょっと緊張してますけど、もう10年ぶりのこのフリーなんで打ちかましたいと思います。頑張ります。もうちょっと勝つ未来が見えてるので花道通って帰っていきます。勝ちます、絶対勝ちます。
張るしかないね。私的に 90% ぐらいの出来ですごい良かったから、あと 10% ぐらいはあったけど、でもまあ勝ってたかなって私は思ったから、ジャッジに響かなかったんだなって、それだけだ。今はなんか悔しいとかも思わないです。分かんない、何で負けたか分かんない。結果には納得いってますか？いや、いってないですね。全力出せたし、自分たちの感覚でもすごい良かったんで、ステージ終わった後も結構達成感になったんで、ちょっとなんかまさかすぎて、なんかって感じです。この作品で良かったらずっといい景色いっぱい見てきてたんで、多分この作品で負けることはできないって彼女が一番思ってたかもしれないですね。いやでもこの作品を出したことに関しての後悔はゼロで、やって良かったなって思います。いや同じぐらい良かったと思う。超えたかは分かんないけど、うん、同じくらい良かったなって思うくらい、みんなは多分頑張ってやってたし、今日来るまで悔いなくは本人たちできたと思うけど、ステージの上でできなかったとこが、これが今の実力だから、そこは上げていかなきゃいけないなと思いましたね。私も含めて間違いのない判断を今していけば、来シーズンは勝てるチームになると